ちは。というわけでですね、以前めちゃめちゃ好評だった暴露ショック、今回第2弾をやっていきたいと思います。今日あいつ買い物に出てんすよ。だからとつってちょっと来いっつって買い物中断させて家に連れ戻して暴露ショックしていくんですけど、どこで買い物してるかは知ってるんですけど、ナウでどこにいるかわかんないので電話していきたいと思います。あ、リベンジさせてあげるって感じですね。そうそう、前回ね負けちゃったしね、はい、美味しいうなぎも食べたしね。もしもし。もしもし。はい、どうした？どこにいるんだい？いや、町田。あ、それは知っている。どこにいんの？町田の。ユニクロで試着してる。あ、ユニクロで試着してんの？わかった。何？いや、楽しんでね。はい。バイバーイ。やべ、駅の音でバレたかな。飲み会楽しんでねぐらいの。試着楽しんでねっていう。そう。じゃあ、ユニクロって言ってたんで、一緒に行くぞ。レッツー！暴露ショック。トイズチャンネル。じゃあここで買い物してるっつうからちょっと待っていこうよ。確保！確保した！何？チコパン確保！ちょっと来い。怖い。はい、今君何してた？いや、買い物してた。買い物してたね。何、待って待って、何の動画？超怖いんだけど。今からちょっと家に来てもらいます。何、と用事あるって？血がダメ、もう用事とかその関係ない。今日は用事あるの？でもそれは仕方ないの、こっちも用事だから。しかもなんかまともなことじゃないやん、お前らいる時って。まともなことです。なのでこっちの用事を優先していただいて家に帰りましょう。何買ったの？あれ、ゴルフのポロシャツ。明日ゴルフ行くからまだ必要なもん揃ってない。あ、大丈夫大丈夫、ウーバーしよう、ウーバーねえよそんなの。はい、行きましょう。トイズチャンネル。さあ、やってまいりました。ほっつき歩いていたシコパンを確保して家に帰ってきたと。ポケモンか俺は。はい、ポケモン感覚なの俺。ラッタやめてよ、もう。何？皆さん、本日はお祭りいただきありがとうございます。お祭りいただきお祭り。今宵もやってまいりました、タイムショック。待って、ストップ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 、タイムショック。またやんのこれ。前回もさ、大石暴露とか、そんで賞金罰金、うん、なんかおかしかったやん、覚えてる？そんな罰金、賞金、今回ございます。お、嬉しくないんだって。リベンジ、リベンジしたくないんだって。今回タイムショックをした方当たったら、じゃん、賞金の1万円です。また1万？はい、まだあんだけやってまた1万。ねえねえ、1万円を稼ぐのには、違う、1万円以上の損してんの。1万円以上の損してんの。じゃあお前らこれ5万もらってやるかって話やん。やるよね。やんねえだろ絶対。時給に換算してみ。え、時給じゃないんだって。1分で終わるんですよ。そうだよ、1分1万円やで。わかったわかった、じゃあ早く。罰金はあんのないの？あります。罰金は5万円です。高えって。高えって。前回もいやいやだったのよ。今回もまた5万な。はい。罰金って言い方やめて、参加費っていう。あ、そうや、ね。参加費5万円。で、賞金1万円。なんか変わる？なんか変わった今。なんか柔らかく見えるやん。しかもさ、1万と5万置いといて、勝ち目なさそうだったやん。と思って、今回は、A さんについての問題を用意してきました。一緒だよ、お前と。それで無理やったんだよ。罰金が5万で、賞金1万でしょ。で、前回何問中だった？前回は12問中10問だったけど、今回は、変わんの？12問中8問。無理だって無理だって無理無理無理。前回8問正解します。ほら、いけんって。マジ？え、問題のレベル変わんないの？変わらない。マジ？確率的には何パーぐらい俺8問以上いきそうだと思う今回。前回2回やって1回は8問成功してるんで、 50% の確率だよ。 50%、 はい。じゃあ 50% の確率で俺は1万を得て、 50% の確率で5万円を払うんや。うん、やんないよね絶対。絶対やんないよね。ねえ、バカじゃない。なんかやるならもっとさ、前日とかに明日やるよとかさ、あってもよくない？こんなん別にさ、俺が知った上でさ、やったって別に変わらんやん。タイムショック見たことあんの？ねえよ。タイムショックはいきなりやるんだよ。そうなの？絶対あれさ、タイムショックの撮影って呼ばれてない？
あれっていきなり連れてこられたやつらな。いきなり連れてこられたのぐるぐる回ってんの。そうだよ。じゃあいいですか。え、もうね、このすぐやんの。なんか準備満タンそうだし。いや、全然違うじゃん。ね、もうちょっと待っての感じ出してるやん。今日はちなみに回っていいですからね、自分で。いや、だから回れないだろ。え、嘘。どう回るの。無理でしょ。どう回るの、これ。ドイズチャンネル。さあ、それでは大城玲さん、準備の方はよろしいでしょうか。もうやるよ。さあ、それでは行きましょう。タイムショック。好きな食べ物は？焼肉。好きな AV 女優は？野呂のんちゃん。小学校の一番の思い出は？少年野球。中1で不良映画を見た後何した？喧嘩。クリスマスといえば？サンタさん。一番夜の相性が良かった女は？陽子。一昨日行ったキャバクラの金額は？2万。あなたの髪型は？パンチパーマ。あなたの名前は？これシコパンでしょ、絶対。嫌いな YouTuber は？今、おなごを隠している場所は？炭酸にしました。自分を一言で表すなら？カリスマ。え？ちょ、待って。あまり自分のことを分かってらっしゃらない。いや、え、結構当てたはずだよ。結果から言うと12問中5問。いや、おかしいって。当たってたって。惜しいです。全然ピンポンならねえよ。でもシコパンはピンポンだったね。ああ、それはもうお見事。お見事。前回隠し子あったからね。これはでも受験と一緒で復習が大事なんで、これ復習して2戦目頑張りましょう。はい、やれよ。小学校の一番の思い出は？少年野球って。ああ、少年野球か。正解が何でしたっけ？ゲロ吐いて早退。いや、ちょっと待って待って。誰から聞いたん？これは昔レンから聞いたお話で、小学校低学年の時にパンかなんかを喉に詰まらせてゲロ吐いて早退したっていう小学校の思い出は、それしか聞いたことがない。いや、それ以外にいっぱいあるよ。野球屋さんも知ってるやん。これトラウマね、どっちかと言ったら。あの、給食の時にさ、女の子とこの向かい合ってたのよ。はい、6人で一つの班だったのよ。うん、で、女の子と向かい合ってる時にパン詰まってゲロ吐いて、そのもうゲロがさ、女の子のつけ前浸食してたわけよ。嫌でしょ、これ。それ女の子がトラウマやね。まあそうだね。中1で不良映画を見た後何した？喧嘩でしょ。これ当たってたっしょ。喧嘩でボロ負け。いいんだよ、そこは。そこ入れんなよ。でも事実言わないと。いや、喧嘩も事実だから。いや、喧嘩でちょっとかっこよく締めようとしちゃダメ。いや、そこはかっこつけさせて。確かに、めっちゃかっこつけてないから。喧嘩みたいな。クリスマスといえば、あー、サンタさん。じゃあプレゼント、元カノとの記念日。いや、ちょっと待って、やめて。ちょ、やめて。ねえ、やめて。いや、そうだけど、クリスマスといえばになってないの、俺は。クリスマスそんなこともあったらで、普通サンタとかクリスマスプレゼントでええやん。クリスマスパーティーもしたじゃん、みんなで。いや、もうしたけどさ、別にあの子の思い出じゃないね、俺は。クリスマスになんか記念日とかありましたかならわかるよ。クリスマスといえば、そんなクリスマスの思い出ないよ、俺。一番夜の相性が良かった女は？これ間違ってたの？はい。陽子でしょ？これ、サリニャンですね。なんで？なんでサリニャン？サリニャンとさ、ちょいちょいランチ行くんだけど。うん、知ってるよ。やっぱそういう話になるわけ。いや、それはサリニャンが一番良かったって言ってるだけじゃない。しそうだとしても、サリニャンが言ってんのもおかしいし。なんで今カノに言うの、それを。ちょっと伝えといて。サリニャンは俺が一番で言ってたのね。体が良かったよって言ってた。あ、え、俺、ヨーコって言ってんだからさ、それが正解じゃん。一昨日行ったキャバクラの金額は？これは間違えてるはずっすね。これは2万じゃないっすね。分かってるんですね。いや、自分で言うっていうのがこれきついのよ、この企画。いいや、もう自分の口で言いなさい。いや、口どこ。具体的に覚えてないけど、まあ、12、3度か。違います、14万です。なんで2万って嘘ついたんや。いや、気まずいよ。彼女の横で気まずいって。でも領収書がポンと置いてあったやろか、うん、自分でこの間まとまった領収書ポンって
コーンってその辺置いといてたでしょ。分かった、俺が悪かったよ。14万だよ。はい。うざいなそれ。おい、それうざいな。管理触るわそれ。あなたの髪型は、これ間違ってんの。はい。俺なんつったっけ、パンチつってるよね。チンゲです。なんでチンゲっぽいけど、今チンゲっぽいけど、チンゲって髪型ないでしょ。髪質ならまだしもさ、賞金当たる気ないじゃん、今のチンゲだったら。いや、そんなことない。だってさ、14万って自分で分かってたのに、2万って言ってる時点でもう当てる気ない。次あとこれ正解してたんですけど、嫌いな YouTuber は。おー、いや、すごい尖ってる質問来たなと思って。これ当たってたんでしょ。はい、大正解。ファック。どういうところ嫌いなんですか。か、大阪の人っすね。やめなさい、それ以上言うのは。うん、はい。自分を一言で表すな。これ難かったな。カリスマって言ったよね。惜しいね。惜しい。うん。自称カリスマ。自称がなかった。うん。自称って自分で言うか。自分で自称カリスマって悲しくない。言いなさいよ、自称なんか。さ、自称カリスマならもう自称抜いてくれよ。喧嘩でボコボコとかさ。自称カリスマとかさ、ちょっと抜いてくれたらかっこいいやん。で、これ何？ 5 問。はい。正解？うわー、惜しい。なんか前回より外れてない？前回より上がってんだよ、難易度が。引っ掛け問題じゃないか、チンゲとか。チンゲは誰も当たんねえよ。次のターンは、前回の失敗を生かして、ひねってみてください。さ、そんなわけで、推しのレンさん、2ターン目、いきますよ。ラスト、これが。はい。頼むぞ、お前らあんま変なの入れないでね。俺の親見てるから、本当に。これがラスト。はい。これも8問以上。うん、本気出すわ。前回言ったんで8問任せとけ。それでは行きましょう、暴露シャーク。よく飲むお酒は？ウーロンハイ。好きな YouTuber は？ヒカルさん。よし。高校時代一番の思い出は？なんだろう、ボクシング。大学時代のあだ名は？レクジのあだ名、レンレン。バーベキューといえば？バーベキューといえば元カノと出会った。また会いたい元カノは？いない。いるか。最近一番見ついてるキャバ嬢は？とわ。あなたは誰に似てる？ジャンポケオタでしょ、どうせ。ジャンポケオタ。サプリで有名なメーカーは？サプリで有名なメーカー DHC。 うおー。英語の先生に作られたあだ名は？ADHD。 うわぁ。昔カラオケをできにされた理由は？あ、寝言で言った一言は？寝言？寝言わかんなくない？愛してる。最後めっちゃラッシュ来たんちゃう。待って、今何問だろう。おおおおもしやも。マジマジ。今回12問中7問正解。なんだよおい。なんでだよ。なんでだよ。めっちゃ美味しい。ちょ待てよ、マジで。それこそバーベキューといえばで、ね、いや、クリスマスといえばって来てたよ、さっき。元カノと出会った。確かに。いやいや違う、クリスマスといえばでさ、もう学習した。間違った問題を復習して次のタイムショックに生かしてください。いや待って待って、この復習いらんくない？もう2回目の復習は。今日もうないでしょう、誰も。多分また秋ぐらいに開催する。だるいって。マジで。まだ開催される時が来るかもしんないから、はい。お前らさ、ボーナス欲しい時にこれやってない？年2回とかそういう感じ？じゃあ、いきますね。はい。高校時代一番の思い出は？これなんだっけ、ボクシングっつったっけ、俺。違います、これね。いや、俺が一番の思い出って思ってるものを言ってんのよ。それが正解だろう。違います、これ。灰皿で人を殴った。いやいや、言うな、そんなこと。そんなこと言うな。これはもういろんな同級生からこの事件言われますね。いや事件になってねえよ。違う違う、友達ん家にいたのよ。友達が呼んだ、なんか友達、友達の友達ってことよ。がすごいなんか憎たらしいやつだったの。距離感わかんないような、でムカついてガッチャンじゃない、あの割れるような、どんなゴン単行部できるぐらい。え、鈍い音。おい、コナンかよ、お前。敏感すぎじゃない？高校時代のお友達に会うとみんなこれ言ってくるもん。灰皿の王将って言われたんですね、じゃあ。そうそう。何その餃子の王将みたいな。ダッセーな。大学時代のあだ名は？これ何？歩く生殖器で。言わねえよ、誰も。違う、言われてたの裏で。うん、陰口？レンは知らないかもしれないけど、みんなにこう呼ばれてたって言ってた。誰がだよ。
大学のメンツの誰か言っちゃったらその人が悪者になっちゃうから言わないけど、普通に大学のメンバーとかで飲んだ時にレンがトイレ行った隙に、うん、あいつ歩く生殖器って呼ばれてたんだよ。いじめられてた、ね、いじめられてたの俺って。また会いたい元カノは、また会いたい元カノいないっつったよね。はい、これユイですね。だからユイ勝手につけんなよそういうの。最も愛した元カノユイです。いや、最も愛した元カノと今会いたい元カノ、うん、そんな、あ、また別の人に。違うって。違う違う、いないの。本当に強いてだったら誰ですか。じゃあ本当に強いて、強いて、彼女の横で強いてとか探す。劇団の元カノに一人会わないと殺されるみたいな感じだったら強いて、はい、強いて、強いて、はい、まあ、ゆいかな。あー、じゃあ正解ですね。あー、殺すぞ。あなたは誰に似てる。これ何、外れた、はい、ジャンポケ太田。違います。散々言っといて、うん、田中圭、やっぱりちげえだろ。四千頭身後藤さん。そっち、はい、ジャンポケ太田だって言うドッキリあったやん。あんなしといて後藤。今は髪型も相まってだと思うんだけど。じゃあ後藤の髪型チンゲってこと。いや、叩かれんぞお前。叩かれんぞお前。よくでもコメント欄に増えてない最近。増えてるよ。すごい多いよね。えなりかずき多くないですか。多い。多い。えなりかずきと後藤さんの名前がめっちゃ多い。うん、ちょっとさ、お前さ、なんでさ、ジャンポケ太田、えなりかずき、後藤さん、お前なんで後藤に毎回さんつけんだよお前。お前先輩系、お前のお前の先輩系、後藤は。後藤リスペクト何。毎回後藤リスペクト何。ファン、ファン、ファンなの。全部言わないと、ここは自分に似てるなって思ったの。あ、何、どれか誰で。そうじゃあ俺、あの5秒間だっけ、うん、5秒でジャンポケ太田、予選年後藤、えなりかずき、ドッスンとか、ドッスン、キラー。いや無理だろ。お前らこれさ、俺答えた時に答え、回答変えてない。変えてない。いや、マジマジマジ。これはもともとマジ、ほんと。これよく当てましたね。サプリで有名なメーカーは、あれ当たってたんだっけ、はい、DHC。 DHC、正解。え、なんでこんな普通の問題来た。これなんか関係あんの俺に DHC。 これは、この後の問題の英語の先生につけられたあだ名は ADHD にかけたかった。韻踏みたかったの。そう、意味わかんねえよ。回答で韻踏むなお前。でも逆にこの DC があったから ADC って答えられたの。いや、わかんじゃないですか。関係ねえよ。確かにね。で、 DC なくてもわかんのよ、うん、だって ADHD は俺の本当に話だから。英語先生に ADHD って頭つけられるのもやばいっすけどね。まあ、これは多分リスナーの方も知ってる人いるよね、この話。結構有名なお話だね。そうですね、黒板に大きく ADHD って書かれて、お前はこれだって言われたっていうね。最近寝言で言った一言は、俺なんつったっけ。愛してる。うん、寝言でしょこれ。これどう正解するん俺。正解は殺すぞ。いや、言うかよそんなこと。本当に言ってたの。言うかそんな、言ってねえよ絶対。しかも姉さん本当に寝言よく言うんだけど、殺すぞの時は多分カラスと戦ってたの。なんで。いや、これカラスとか言ってたから。待って、それカラスじゃねえのじゃあ。殺すじゃないでしょ。じゃあカラスの後に殺すぞって言ってた。カラスを殺すってこと、うん、また韻踏んでんの俺。もうええって。一応これ触れといていいですか。うん、昔カラオケを出禁された理由は、これ正解してたの。はい、でしょ。これもさ、あの彼女が出す問題じゃないのよ。これ別に君とのエピソードじゃないのよ。そうですよ。え、誰ですか。誰ですかってお前名前出せてんじゃねえよ。ちげえよ、ちげえよ。あそこにいない奴らだよ。まあ、店員さんに見つけられて帰る時に怒られましたと。もう来るなと、うん、行かねえよ。もう一生行くなよ。うん、エビナのにはもう一生行かねえよ。私もそこ行ったことある。いや、いいんだよかぶせなくて。ね、嬉しくないから別に。トイズチャンネル。さあ、というわけでですね、レンさん残念ながら8問正解ならず。そうっすね、罰金5万円の方をご用意いただけますか。わかりました。本当にこれまた払うの俺。お願いいたしますよ。惜しかったっすけどね。いや、本当惜しかったと思うで。忘れてたもんそれ。これね。
なったね。ずっと使ってるよね。はい、出しました。ありがとうございます。5万円ぴったりありました。はい、罰金の方いただきます。待って、最後に聞かせてくれ。罰金なのこれって。なんで罰せられてんの俺。じゃあ参加費。だからさ、参加費、うん、強制参加費、はい、本当すごいやり方するね。そんなことないよね。ヤクザだぞ本当に。もうやるって言っちゃったんでね、動画だしね、出しますよ。はい、そのこれまた出したらなんか汚いし、あんた叩かれそうだから、また飯、いい飯で、コウタも、わーい、美味しいね。うん、これ渡すとお前ら叩かれるって。またわーい、美味しいお肉食べに行こう。今回肉なんや。うん。じゃあ、レンさんさ、お肉屋さん予約してよ。予約俺なの。え、あーあんでいい。え、あーあん5万円分食べれるかな。だから別に無理して5万つかなくていいんだよ。